高来大介は、兵庫県赤市出身の気象予報士、防災士。2011年から、ウェザーニューズの契約キャスターとして、読売テレビの番組で、気象キャスターを務めている。身長は181センチメートル、体重は67キログラム、血液型は ab 型で、赤市市立二見中学校、兵庫県立赤市西高等学校を経て、 早稲田大学政治経済学部を卒業する。小学校から高校まで10年間に柔道にいそしみ、高校時代は県3位で、段位は2段である。カバとバクノスケとしての活動を経て、吉本新喜劇の在に転じたカバは、中学校での同級生で、在学中は柔道部でも顔を合わせていた。早稲田大学への在学中に、タレント事務所へ所属。ボーイズの一員として、 同番組のサブ MC を2005年から1年間、勤めたほか、舞台作品などに出演していた。もっとも、最初に所属した、事務所は後に閉鎖。閉鎖を機に、別の事務所へ移籍したところ、マネージャーが突然失踪したため、いつしか自分で、マネジメントも手掛ける羽目になった。前述した経緯から俳優としての岐路に立たされた25歳の時に、書店で、 気象予報士の資格を知ったことがきっかけで1年半の準備を経て2009年の第32回気象予報士試験に合格。その直後に防災士の資格も取得した。もっともテレビ番組の気象キャスターを目指していたことから天気予報を伝える練習風景の動画をスマートフォンで撮影。テレビ局の関係者にプロモーションビデオを見せた上でアドバイスを受けながら 一年間にわたって撮影を続けた。このような努力や動画の面白さを認めた関係者の尽力で読売テレビの報道局に天気予報のスタッフとして勤務。後にウェザーニューズと契約した上で2011年3月28日から同局で関西情報ネット1 0月十八日から情報ライブミヤネ屋2 0 1年四月からウェイクアッププラスの 気象キャスターを務めている。平日の夕方の関西ローカルで放送される関西情報ネット10では放送翌日の天気のポイントをクレヨンで描いたイラストで伝えるスケッチ予報を18時45分頃に担当。前日したプロモーションビデオの撮影から生まれたアイデアで視聴者から好評を得ているほか2016年7月には主婦と生活者から 気象予報士蓬来さんの兵が一杯、クレヨン天気図鑑を観光するに至った。その一方で、同番組では木曜日の瞬間中継にリポーターとして出演。2020年5月から金曜日に放送されている毎日が記念日今日は何バーサリーでは天気の声に奮して他の出演者にヒントを出しているほか映像に表示される天気の声の キャラクターデザインも手掛けている。2012年11月25日には、ミヤネ屋の企画で、第2回大阪マラソンのフルマラソンの部へ出場。気象キャスターを、あと30年間続けたい決意と、5時間以内に、完走できれば、テレビドラマで、役者デビュー、できなければ、高須観音機会に参加する条件で人生初の、フルマラソンへ臨んだところ、六時間二分十九秒という、 タイムで完走した。ゴールタイムが5時間を超えたため、2013年1月4日に、高須観音機会へ参加したが、番組関係者の行為で、お助けや人8への出演が実現。2月28日放送分の第8話で、ホスト役として、村上智子との共演を果たした。有村コント10年来の友人である。弟がいる。2014年8月14日に、 長女、2017年2月14日に長男が生まれる、ポケモンが好き。オリコンの好きなお天気キャスターランキングに関西圏の人物で初めて登場して2015年の第11回と2016年の第12回に5位、2015年8月20日に発表されたグーランキング好きな男性気象予報士お天気キャスターランキングで3位になる。 2019年には気象予報士になるまでに経緯、気象キャスターの実態、天気の仕組みなどを書き下ろしたエッセイ集、空が教えてくれたことが10月24日に厳当者から刊行された。2019年お天気番組、お天気コーナー人気ランキングで関西情報ネット10が第1位、2020年第16回好きなお天気キャスター。 天気予報士ランキングで6位に選ばれた。いずれも読売テレビ制作の番組、テレビラジオ、ありがとうございます。